2月27日と28日、トランプ大統領と北朝鮮のキム・ジョンウン朝鮮労働党委員長がベトナムのハノイで2回目の首脳会談に臨みましたが、合意には至りませんでした。会談終了後、トランプ大統領はアメリカメディアの独占取材を受け、北朝鮮には完全な非核化を求めていると示しました。合意にこぎつけるのは簡単ではないが、 They wanted to denuke certain areas, and I wanted everything. And the sanctions are there, and I didn't want to give up the sanctions. You said, "I'm in no rush. I want the right deal, and the right deal for you is complete denuclearization that is verified and on-site inspections on demand." It's a much tougher deal to make. Maybe it won't get made. Think maybe either of us were ready. 合意に至らなかったことについて、アメリカのシンクタンク、民主主義防衛財団の理事長、マーク・デュボビッツ氏は、ツイッターの投稿において、事実上良くない提案から去ることは、われわれが有能なディールメーカーに期待するところでもあると述べています。北朝鮮の方は会談終了後 日付が変わった1日の午前0時過ぎに、リ・ヨンホ外相が記者会見を開き、トランプ大統領の発言に反論しました。一方、北朝鮮の国営メディアは合意に至らなかったことは伝えず、金正恩氏がトランプ大統領が会談の成果のために積極的な努力を傾けたことに感謝の意を表し、新たな対面を約束したと報じました。NTD ジャパンがお伝えしました。